こんにちは。あ、すいません。はい。工場移行でございますが。あ、はい、どうも。ちょっとなんか。ああ、場所がですよね。場所がちょっとまあ、そうですね、言いづらいですけど、ちょっと、めちゃくちゃ山の奥だな。まあ、火薬を扱ってるんで、もう法律で決まってるんですが、一般のお家とか工場とか他の例えば鉄道とかからもう何百メーター離れてなきゃいけないっていうそういう法律がありますので、どれぐらいの敷地面積があるんですか？測ったことないけど測ったことないぐらい大きい。測ったことないけど、あの、まあ、立ってるところ以外のところも全部保安林としていますので、結構広い土地がいるんです。からあと建物建物の距離ですね、それも決まってるんですね。例えばここにある一時置き場がありますね。これ一時置き場っていうんですか？そう、一時置き場、はい、からこっちにですね、まあ、作業する工室があるんですが、あ、これが作業場ですか？そうですね、はいはい、もうこの距離も決まってるんです。何メーター以上離さなきゃいけない、もういろいろともう法律でガチャガチャッと固まってる施設です。なるほどね、はい、左にまた見えてきましたね。はい、ここもまあ、あの皇室はそれぞれね、あの、うん、なんていうかな、役割があって、はいはい、ここはこれしかやっちゃダメよっていうそういうなんていうかな指定になってるんですね。あ、ここもじゃあこの作業だけし、そうです、それ以外しちゃダメだっていう、そういうことです。はあ、これはちなみに何をしていい場所なんですか？ここは転薬工室って言って火薬を詰めるだけの工室です。はあ、さっきちなみに下にあったのは、あそこはあの、なんていうかな、仕上げ工室っていう、仕上げの作業だけしていいよってことですか？はい、
すげえ、あれですね、めちゃくちゃ要塞みたいな。はい、これ防爆壁ですね。この中に火薬が保管してあります。なんかあっちゃいけないからこうやって厳重な壁。そうですね、万が一のことがあっちゃいけないんで。あとちなみにですけど、あの上になんか、はい、あ、飛来針ですね。あれ飛来針ですか。はい、ほうほう、まあ、雷ね、当然どこでも落ちるだろうから、そうすると雷イコール、なんていうか火災っていうことになりかねないんで。あ、そうか、あそこで落ちちゃったら、まあ、そうですね。はあ、こういうのも、これもじゃあちゃんと飛来針をつけなさいよって。あ、そうです、そうです、決まってますね。これ今何をやってるんですか。今あの導火線を刺してるんですけど、はいはい、あ、これ必ずなんか黒いこのね、ちょっとこれは何なんですか。え、着火剤ですね。これ着火剤がすごい垂れるんですよね、柔らかいから。そうですね、さっきも言ったけどね、うん、だからね、あんまり垂らさないようにしないと火がそこにも移ってしまうので、